はい、こんばんは、ハロウィンです。はい、ということで、じゃあ、乾杯。飲み直しですね。飲み直しです。冒頭にもあった通り、久しぶりに外でね、ちょっと仕事をしてきまして、で、その後、まあ、あれ軽くなんですけど、軽く飲みに行きまして、そんな食べてないんですよ。軽く飲みに行き、リリリリ不吉、軽く飲み行きまして、で、帰ってきて風呂入って今に至ってるので、まあお腹は空いてますし、そんなまあ酔っ払ってもいないということで、コンビニでね、いろいろ飯を買ってきましたので、それ食いながら飲んでいこうと思いますけど、まず、タントリーチキン、セブンイレブンのタンドリーチキン、タンドリー風チキン、タンドリーチキンじゃないんだ、タンドリー風チキン。私が奥さんができた時に作ってもらいたい料理ナンバーワン、まあ、以前の動画でも言いましたけど、タンドリーチキンです。で、厚揚げと海藻の和サラダ、冷やしごま豆乳担々麺、おすすめだったんで買ってました。あとごま油香るシャキシャキナムル、今なんか韓国フェア的なのやってますよね、セブンね。いただきます。箸変えてくっかな、まあ、いっか。いただきます。まずタンドリーチキンから。うん、あ、うまっ。なんでセブンってさ、こう出すつまみ出すつまみ全部うまいの。ちょっとお客様相談室にクレームの電話入れようかな。ちょっと美味しすぎるんですけど、美味しすぎてついつい行ってしまうんですけど、ついつい足を伸ばしてしまうんですけどって。はい、担々麺、おい、ごま豆乳だからね。いただきます。まあこう飲んで帰ってきてから飲み直さなきゃいいとは思うんですけど、でもやっぱそこは飲んべえというか、皆さんだったら分かると思いますけど、飲み直すじゃないですか、飲んで帰ってきて。でお酒飲まない人にね、言うとね、今から飲んで帰るのにそんなコンビニでお酒買うのとかって言われるわけですよ。かつての職場でもね、ビジネスホテルとか出張でね、みんなで泊まった時とかね、飲んでみんなでホテル帰って、で、下のホテルの下のコンビニで、じゃあちょっと水とか買うかってみんなで寄ってさ、コンビニで寄ってさ、買い物するじゃない。その時俺一人だけさ、カゴにさ、お酒をさ入れるわけです。で、普通の感覚でさやるわけですよ。そうするとみんなに驚かれるわけ。今飲んできたのになんでお酒買ってんのって言われるわけ。いや飲み直すじゃないですかって。いや飲み直さないよみたいな、もうこっから水とかなんか飲んで寝るだけだよみたいな。マジっすかつって、寝れなくないっすかみたいな、寝れるよみたいな、ね、マジでアル中だよみたいな。でそっから俺はアル中って、まあ、自分のことアル中って言ったことはないので何回も言いますけど、だから俺は人に言われたから、あ、アル中なのかなってちょっと思うんですけど、はい、厚揚げのサラダ、和サラダいいですね。マジで絶妙だよね、この厚揚げ。飲んべよさ、厚揚げが好きっていうのはさ、セブンイレブンさん分かってるから、こういうの入れてくる、出してくるっていう、完璧完璧です、これ。うん、飲んで帰ってきて飲み直すから、それはもちろん次の日ちょっと残るというか、ちょっと二日酔いになるというか、ちょっと気分悪いですよ。なんかうまく寝れてないんでしょうね。でそのたんびにもう飲まない、もう飲まないって俺は、まあみんなもね、あるあるだと思うけど、二日酔いのたんびに、あ、もう飲まないって決めるじゃないですか、心に誓うじゃないですか。でももうその数時間後には夕方ぐらいから飲んでるでしょ、みんな。
そういうもんじゃん俺たちって。まあ久しぶりの仕事でね、外に出たんだったらね、飲んでね、で帰ってきて飲み直すでしょ。で、何の仕事だったかっていうと、あの6月の24日にハラミーさんの38歳の生誕祭バースデーを祝おうっていうイベントをねやってもらえることになったんですけど、それの打ち合わせというか、まあいろいろもろもろの準備に行ってて、そう、まあそれも仕事なんですよ一応ね。てめえの誕生日のイベントで何が仕事だよと思うかもわかんないですけど、それも一応仕事でして、お店との打ち合わせとかもいろいろあるから、でもうその誕生日イベントのチケットはもう、発売されてるというか購入できるようになってますので、概要欄のリンクからぜひとも、ね、気になる方はチェックしてもらいたいんですけど、今日の段階でね、まだ1ヶ月以上全然あんのにね、結構皆さんに来ていただけそうですので、非常にありがたい、ありがたいんですよ。1部と2部がありまして、2部がですね、まあオフ会、みんなで酒飲んでワイワイやろう、かつ新グッズ販売会なんですよ。でこれハラミンさんね、去年の生誕祭で発売したグッズなんですけど、こじらせジョッキ、これまあ当日誕生日オフ会、去年の生誕祭当日でも完売したんですけど、でサイトでも販売したんですよ。でそのサイトは期間限定だったんですよ。で散々告知したんですけど、そのサイトは閉じた後になってですね、そのジョッキ売らないんですかとか、手に入らないんですかってコメントたくさんいただきまして、多分ここ1年ぐらいで視聴者になってくれた方なんでしょうけど、去年の生誕祭でこれ売ったんですよ。でサイトでも期間限定で売ったんですよ。でこういう、まあ、第2弾のグッズを販売しようと思っておりまして、それの先行販売会も兼ねております。でグッズも今作ってますんで、で現地で買ってくれた方は、まあ僭越ながらサインだったりいろいろねさせてもらいたいと思います。メッセージ書いたり、うまっ、酒が足んねえな。ちょっと取ってくる、買ってきたから。今日はレモンサワー、なんかこれパッケージ変わった、見た目変わった、ザ・レモンクラフト。あ、よく振った方がいいのかな、これ。うん、これ好き。で、イベントといえばさ、私アイドル好きじゃないですか。アイドル桜坂46と日向坂46が好きなんですけど、皆さん名前くらいは聞いたことあるでしょ、桜坂と日向坂って。でよくイベントというか、まあ、コンサートライブによく行くんですけど、チケットが当たる限り。この間なんかもうすげえショッキングな、まあ、嬉しいことなのか悔しいことなのか、ショッキングな出来事が起こりまして、この間とかつい最近なんだけど、まあいつも飲み歩いてて私は、で動画にもなってるんですけど、高校の最寄りの駅のお店で飲むシリーズ的なのがありまして、何軒か高校の最寄りの駅のお店で飲んでるんですけど、その中にね、まあ、このチャンネルにも動画あるんですけど、千八寿司さんっていうね、お寿司屋さん、駅前のお寿司屋さんに行った動画あるんですよ。まあ、サムネとかタイトルで50年以上続くお寿司屋さんで飲むみたいな動画上がってると思うんですけど、でそっからすごい大将さんがいいよ、大将さんだったから何回か行ってんですよ、普通にあのプライベートでシンプルに行ってて、でもう行くと、あ、またいらっしゃいみたいな、もう顔を覚えてもらってて言ってんですけど、急にね、なんでなんだろうと思ったんだけど、日向坂46の金村美久ちゃんっていう、俺浜岸日和ちゃんってひよたん推しなんだけど、その次ぐらいに好きなお寿司っていう、通称お寿司って言われてる子がいるんだけど、お寿司が
千八寿司さん行ってたのこの間で、日向坂4、日向坂チャンネルって YouTube チャンネルなんだけど、そこでなんかお寿司屋さんでお寿司食べるみたいな動画上がってて、で見たサムネが見たことある店内で、えーと思って、これえーと思って、で埼玉県のお寿司屋さんを巡るみたいな。お寿司ちゃんは金村美久ちゃんは埼玉県出身なのよ。でお寿司ってあだ名だから埼玉県のお寿司屋さんを巡るみたいな動画で、千八寿司さん行ってんの、えーと思って、え、俺がいつも行ってるプライベートで行ってる千八寿司さんにお寿司がいるんだけどと思って、なんかこの何とも言えないこの感情わかる、みんなわかってくれる、なんかね、なんかね、たまにね、俺もね、まあそのアイドルライブの遠征、地方遠征を兼ねてね、広島とかね、福岡とかね、仙台とかね行くんですけど、でその土地その土地のね、美味しいお店行ってね、酒飲むんですよ。でそういう動画をアップするとね、コメント欄でね、僭越ながらね、ハラミンさん来てたんですか、僕の超地元ですみたいな、僕の超地元のにハラミンさん来てたなんてみたいな、会いたかったみたいなね、コメントもらえるんですよ。で俺はそういうコメントもらうと、あ、残念、タイミングが合わなかったというか、そのたまたまお店にいたら会えたのに ねと思いながら、いいねとハートを押すんですけど、この気持ちかと、この気持ちかと、そのコメントしてた人はなんていうか、この本当に嬉しいんだけど、こんな悔しいみたいな、その時言っときゃ会えたのにみたいな、いつも言ってるのになんでその日に限って行かなかったんだろうみたいなさ、マジでマジでこれかと思って、お寿司会いたかった、写真集持ってって、持ってっからさ、普通にさ写真集持ってるからさ、写真集持ってってサインしてもらいたかった。ただこうなんすかね、なんでなんだろうって、なんで千八寿司さんだったんだろう、まあ、全然いいお店だからいいと思うんですけど、やっぱ埼玉県のお寿司屋さんといえば寿司政、大宮の寿司政さんとかさ、あと俺が給料日よく行ってたの東寿司さんとかさ、あの辺とかだしさ、でお寿司屋さんってさ、なんか本当に気前がいいというかさ、ノリがいいからさ、なんか YouTube の撮影とかでさ、許可取るとさ、もういいよ全然いいよ撮っちゃってみたいな感じで、なんかもう二つ返事で、いいよいいよ撮って撮ってみたいな、むしろなんかその撮影用とかにサービスとかしてくれるの、これなんか撮影用にいいと思ったらちょっと握ってみてみたいな感じでさ、出してくれたりするのが基本お寿司屋さん、どこのお寿司屋さん行っても大体そう。なんか嫌な顔をされたこと一回もない、お寿司屋さんは。だからそれこそ寿司政さんとか東寿司さん、許諾取ろうと思えば全然、ましてや日向坂だからさ、トップアイドルだから取れただろうしさ、なんであんなって言っちゃダメだけど、あんな、まあ、別に与野駅っていうね、俺の高校の最寄り駅は与野駅ってとこなんだけど、与野駅、あんななんもない与野駅のお寿司屋さんにしたんだろうなっていう。いや、まさか地元なわけないからね。地元だったら一番避けるもんね。地元のお寿司屋さんなんて絶対避けるはずだから。なんで千八寿司さんにしたんだろうな。スタッフさんが知ってたのかな、千八寿司さんは。なんかすごい、この気持ちは何だろうみたいな、この気持ちは何だろうだった、谷川俊太郎だった。この厚揚げのサラダうまい、まあ、ちょっと衝撃でしたよね。ま
まさかお寿司が地元に来るなんて。お寿司の、お寿司の座った席座りたいな。座りたいだろ。そりゃそうだ、お寿司だぞ。あのサムネめちゃくちゃ可愛かったかも。はい、ということで、飲んで帰ってきて、仕事して飲んで帰ってきてのコンビニ番長でございました。 MVP は厚揚げくん。タンドリーチキンもうまかったけどね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。お寿司がない。さよなら。